皆さんこんにちは、川端成道です。こちらは一般社団法人未来音楽企画さんのご協力でお届けしております。連日暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週はクライスラー作曲愛の悲しみ、浜離宮朝日ホールでの演奏からお届けいたします。それではどうぞお聴きください。様々あると思いますが、この作品で描かれている悲しみとは、その悲しさを前面に表現するというよりは、むしろ心の内にそっとしまっておく、そして表面はあくまで気品を持って振る舞う、そのような悲しさではないでしょうか。そのためには右手の使い方、ビブラートなどポイントとなる技術、いろいろあります。そして何よりも美しい音を持って表現する。そのことが特に大切なのではないでしょうか。それでは本日はこの辺りで。川端成道でした。次回もお楽しみに。大学を卒業してから、その後どうするか、一般的には学校を卒業すると就職するということが あると思うんですけれども、はい、音楽の場合にはなかなか卒業したから、はい、といってすぐ仕事があるということが少なくて、はい、まあ、そのまま勉強を続けるか、はい、
その音楽の勉強を続けるにしても日本に残って、あるいは海外に留学するという選択肢も、あるわけで、自分の場合は視力の問題もありますし、一人での留学というのはなかなか難しいんじゃないかということで、家族、実際には母親ということになるわけですけれども、付き添ってもらって、そこまでして留学する必要があるのか、ということも周りの方に言われたり、ということもあって、なかなか決心が、決断がつかなかったわけですけれども、目が悪いから留学できなかったということに、したくない、させたくないという両親の強い気持ちもあって、結局留学を選んで、それがイギリスのロンドン王立音楽院、ということになったんですけれども、ロンドンに渡ったのが94年ですから、もう30年近い前のことですけれども、今でも非常に強い印象が残っていて、当然ながら生活環境がガラッと変わるわけですね、イギリスですから英語を話さなくてはいけない、現地の言葉をしゃべって、現地の人たちと交流を持って、その中で音楽の勉強をしていくという、で実際に家で自分の部屋で練習をするという、その部分については特に日本であってもイギリスであっても、あるいは海外は他のどこであっても変わることはないんですけれども、それ以外の部分、生活自体が変わったということがおそらくバイオリンにとっても、とても大きかったんだろうなと、ものの見方、考え方というものも、大きく変わったと思いますし、それまで自分はこうでなきゃいけないと思っていた音楽が、そうでなくても、違うものもあるとか、違うバックグラウンド、背景を持って育ってきた友人が、その王立音楽院にはたくさんいて、そういう友達に囲まれて音楽の勉強をしていたということが自分にとってとても大きかったんだと思います。いろいろな新しい考え方だったり、違う角度からこう物事を見てみる、自分の演奏に対しても見つめ直してみるっていう、そんな機会になったと思います。ですから演奏が結果的に大きく変わっていって、結局王立音楽院に3年ほど在籍していましたけれども、それまでなかなかうまくいかなかったものが、ある部分そこで、解決したというか、そしてその後演奏活動につながっていく、とても大切な時間だったなと、そのように思います。3年間ずっとお母様が一緒に行ってくださったんですか？そうですね、休みの時に日本に帰国したりっていうことはありましたけど、基本的にずっと一緒ですね。すごいですね。94年、9月から学校が始まるわけですけど、卒業したのが97年ですね。首席をいただくことができて、そこで、卒業式を迎えて、でその後演奏活動へとこう入っていくことができるわけで、非常にこう支えてくれる家族、そして周りの人たちにも恵まれていましたし、
まあ、自分は演奏することで、はい、そうした、うん、いただいたものをこう返していくってことができたらいいなっていう、はい、そんな、それは今でも変わりないですね、はいはい。